フォートサムナーはアメリカ合衆国ニューメキシコ州デバカ軍の村。人口は2000年の国勢調査で1249人。デバカ軍の軍長所在地である。フォートサムナーは春と秋にはコロンビア科学観測気球機関の本部となる。 ホートサムナーは、1863年から1868年まで、近隣のナバホとメスカレロアパッチの抑留を支持された、軍事要塞のサムナー取であった。また、この町で殺されて埋葬された伝説の無法者、ビリーザ・キッドの溜まり場でもあった。ホートサムナーは、北緯34度28分23秒、整形104度14分32秒。 北緯34.47306度成形104.24222度3 10 4 4 7 3 0 6 1 0 4 2 4 2 2 2位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると総面積は8 7 k 平方メートルでべて陸地である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と 家族年齢別人口構成収入と家計1866年合衆国政府は数千名のインディアン捕虜を捉えていた。チャールズ・グッドナイトとオリバー・ラビングはここでビジネスを思いつき牛肉を売ることに決めて空腹の捕虜たちに食べさせた。これによって優れたテキサスロングホーン牛を欲しがるボートとの接触を避ける。 ために十分に西に離れた、グッドナイトイコールラビトレールができた。ありがとうございます。